Hello everyone, welcome once again. And for the final video of this Sunday, we are going to finish the Hamada Unthinkable Trial Part 3. And I believe that this part is going to be the punishment that he's going to receive, because they apparently already got the sentence aligned for Hamada. So let's start with the video and let's see what happens. もう芸人ではないんだ先週まで2週にわたり開廷した浜田雅功考えられへん裁判、そこで驚愕の真実が次々と明るみになった。いや、その一つ目がド S 腹筋が自慢というペナルティーワッキーに対し直立レッサーパンダに扮した大沼ディレクターにはまさにド S。 True。 浜田のターゲットに性別は関係ない。 That's true。 That's true。 森さん中村上に対して This was horrible。 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 Horrible behavior。 やりたい放題。 浜田 is just horrible。 それに対し当の浜田は It's the only reason that he was giving. Nothing. Yeah, the farting, correct? Always farting. Never, never. The laugh. The cackle. Yeah. ご覧いただいた通りですね、被告人浜田は我々にはもちろん若手たちのネタを甚だしく妨害しており、多くの人に迷惑をかけている度合いは我々の予想を上回りました。よって弁明の余地なしとみなし、判決はおえでカエルの歌合唱の刑に処します。え、何それ。もう嫌や、そんなん嫌や、なんかもうそんな何を言っとるんですか。今夜浜田に天罰が下る。パニシメント。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。OK。 Enforcement。 有罪の判決を受け椅子に固定された浜田、これから松本たちの手によって音階ごとのおえを録音していく。ド S 浜田のプライドを徹底的に踏みにじる、その方法とは。花の穴に小寄りを入れまして、で普通なら、はい、これくしゃみ出るんですけど、こいつアホですから、はい、おえってなるんですよね。お前もやない。このおえで音階が出そうな全部の音階を出すまで、ドレミファソラシド、はい、全部出るまで。いろんなおえを。いろんなおえを。はい。部屋でアホちゃうんか。と思います。はい。お願いします。はい。はい。じゃあじゃあ、あれなんや。何がですか。あれじゃないです、女性です。そうです。この方は絶対音感のある方です。はい、だから浜田さんがおえっていうのを、あ、今のは例です。そう、判定してくれるんです。そう、だからこれを取ったからどうやねんちゅう話やな。何を言うとるんだ。Let's go。 まあ、それは私がじゃあやってみましょう。いろんなタイプをご取れれば、はい、僕なんうぇっ。先生、何の音いただきます。ラー、ラー、ラー、できればね、ちょっとミが欲しい。ミないな、ミが欲しいよと言って。なるほど。これじゃあ、ミ、ミ来い、ミ来い、ミ来い。同じですね。またラーや。ラーやないか。ラー出すなよ。ラー出すなよ。そんなに考えてやってるやつおるわけないやろ。またな、またな、ラーばっかりや。ラーくださいよ。
分かれへんから俺何がラーか何か。もうラー以外、ラー以外ね。分かるんですよ。ラー以外も何でもいいです。そういただきます。おい、ヘイヘイ、ナイスジョブ。だからお前動くなよ。何や今の。ラヒーって言われて。何や今の。今のは。あんまりさ、グイッとやらんといて。何やねん、グイッとやらんといて。あんまり急に。グッミーいただきます。ミー出た。ああ、ラッチョーミーただね、あんたね、もうちょっと大きい音出してくれよ。そうですよ。ちょっとしたりとかしてるのちゃう。なるほどね。例えば低音ね。そう、低音の。どういただきます。どうちょっと、ちょっと涙拭かしてくれへん。いや、痛い痛いって何してんの。そんな入れへんって。痛い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 。痛い言ってんの。何言ってないねんから、なれへんやんか。入れてよ、とりあえずは。顔びちゃびちゃやで。なんでや、こんなの出るやろ。このあたりお願いします。あ、もう一度、ちょっとお願いします。はいはい、確認しましょうか。ファと、シですね。さらに。お前ちょっと来てみ、やってみよ。お前とか言うな、女性。先生ですよ。ごめんなさい。先生。ああ上のどう言ってますか。やったー、上のどう出た。もう無理だよ。もう無理だって。ラーやね。もうちょっとラーって感じよね。レーファーシ。そうそう、もうあと3つ。あと3つですよ。こんなん時間かけてられへんねん。目が当たった。ね、いただきます。おー、よっしゃ。お前さ、おいって言うた後、しょうもない擬音挟んでくんなよ。レです。先ほどのレですね。レあたり。はぁーっていうこと。そうです。残る音が2つとなったところで停滞してしまった浜田。やはりド S にとって攻められることは不得意なようだ。お前苦しそうな顔すんなよ。え、なんで。もうちょっと笑顔でやれや。そうですね。なんかな、いじめてるみたいな。僕らが損する。はい。こうして15分が経過。くしゃみで。お前は。かなり来てる感じすんねんけどな。あと C ファクシー。ああ来ちゃった。ああいいよ。次いいと思います。あと一つ。あとファーだけですよ。あとこれファーや。もう難しいねん。ファー難しいねんって。ファー難しいねん。もうそんな無理やって。俺全然分からへん。Get it, get it, get it! で最後がファだったんですが、終わったファで使えばいいじゃん。本当はちょっと使えないかもしれないので、もう一度。もう一度。使えなかったかも。Try again。もうそう刺さってる松本君。ないもうそう刺さって。あ、席しか出ない。流行れへんねん、そんな。いろんなこと出ましたけどね。奥にずっと当てっぱなしだったら席しか出ない。一回引いたり出したりしてくれると。
あもう今ね、僕が一生懸命やってるのにね、僕の正面でコバがあくびしてたんですよ。ええ、あ、いやもうそれはもう、それはそうやろ。どういうことですか、あれ。いや、それはもうプロデューサーが目の前であくびしてるんですよ。裁判長だな。He was the judge. Yeah. 上がってました。あ、何してんの。これでちょっと、なるほどね、うん、ミニも行って、ね、うん、何してんねんな。それで行って、チューニングを変えていく。チューニング変えますね。あ、うん、あ、ファイブ、ファイブ、ああ、もっと低いです。もっと低いです。これで吐くぞ、もう。あー出ない。やったら出えへんの。出えへんか。ちょっと口開けてみよう、お前。あ、なるほど、もう時間にね。口嫌よ。時間に。あ、高すぎです。高い。嘘でも世界一でしょ。これ以上。口嫌やからですよ。低すぎます。出てる。出てる。来ました。さあ、これを編集でカエルの歌に入り込みます。そんなことできんの？できます。この後、ド S 浜田の世界一リアルなカエルの合唱大公開。浜田のこの、はい、おえでカエルの歌大合唱の K なんでございますけれども、はいはい、それを今日は皆さんに見ていただこうと思います。ね、ついに、ちょっとスタッフから、はい、苦言と言いますか、はい、今まさに見る前にですよ。あんまり気持ちのいい V ではない。ふざけたっちゅうね、お前らがやらしてるやろ。だってこれが玉木宏ならもっと気持ちいいはずやもん。まあ爽やかやから。浜田ならではのやっぱ気持ち悪さがそうさしてるんでしょ。誰がやってもそうなるやろ。いや、まあまあ、ちょっとまあとりあえず見てみましょう。はいはいはい、見てみましょう。それは見てみましょう。はい、ではちょっとご覧ください。はい、はい、それでは浜田雅俊が魂の叫びで奏でるカエルの合唱をお聞きください。 Chorus of the Frogs。 微笑ましい。An amazing montage. An amazing montage. 完成されてますね。多分あれ編集でずっと見てたら気持ち悪くなってくるんですよ。そうなんでしょう。まあ今風で言うとこう、キモ面白かった。キモ面白い。キモ面白い。うわー。
っていうのあるな。あるんです、魂の叫びみたいな。あの時間ぐらいやったらまだ全然いいよ。まあまあまあ、せっかくなんで、はいはいはい、せっかくいいあの絵月が撮れたので、もう一曲、マジですか、替え歌ではない曲をね、はい、マジちょっとやってみようという。Another music, okay? ちょっとご覧ください。はいはいはい。ドレミ。気も気持ち悪い。Oh my god。世の中のどんな音も擬音化できる達人松本さんに質問です。はあ、浜田さんのツッコミをあえて擬音化するとどんな感じになるのですか。例えば、うん、犬はなんて鳴きますか。まあ、うわもうワンなんてもうたまりませんよ。お前例えばテレビでお前のモノマネしまして全然似てなかったら腹立つやろ。それでなんか滑ってるみたいな、お前がまるで滑ってるみたいになるやん、はいはい、あれと同じぐらい犬は多分ワンって言われることにイライラしてると思いますよ。うーってなってる、そこは普通じゃないけどね。うーはね、うーってなってると思いますよ。あの虎でも例えばライオンとかでも、あライオンなんですか、ガオン、うわー僕は八郎やん。俺はガオン知らんけど、本当のライオンの鳴き声を近くで聞いたことないからなんですよ、うん、これ本当なんですって。ターン。はいそこターン。いやターンはええわ。はいそこはね。例えば言うならばですよ。あはい。いやまずもうええわ。じゃあ犬はなんて言うてんの。あのね犬だけ切り取って言われてもね、こっち犬。いやお前今ライオン切り取って。ライオンはターン言うた。あちょ犬だけ切り取んのやめてください。ちょっともう最初もっと前から行きますわ。前からってどういうこと。散歩で行く時から行きます。ええ散歩行く時から行きますわ。はい、何でしょう、廊下をこう寝ちゃって歩いてます。寝ちゃってどういうこと。その本当の足の音っていうのは、うん、意外とよく聞くと寝ちゃった。あそういうことね。はい、うん、何でも擬音化するからね。はいどうぞ。あそれでいいですか。はい、あそれでいきますか。いや犬は絶対聞くよ。どうしてほしいですか。いやワンじゃない、ここで笑いはいりますか。もうみんなものすごく期待値上がってるからね、ワンじゃないんやから、はい、もうこうなるとめちゃめちゃきついですよ。そりゃそうや、そりゃ分かってますよ。まず乗り越えることは不可能です。それでも僕にやらしますか。擬音をちょっと教えてくれないとダメですよ。擬音やります、はい、何ですか。
猫はニャンって言ってるように聞こえるんですよ。あ、猫はニャンですね。じゃあ犬はワンっていう風に聞こえてるんですよ、うん、はい、です犬は、はい、え、僕もそうですね。僕もそうですね。イギバップ、イギバップ。いや、犬はワンじゃない。ワンですね、ワンですね。ワンじゃないんですか。ワンです、ワンです。完全にワン言ってますね。小型も大型も全部ワン言ってます。うー、ワン言ってますね。何言われんの。じゃあ何ですか。いや、聞いたままじゃないですか。全部聞いたままだったらダメなんですか。いや、あなたが否定したんですよ最初に。僕否定してないですもん。いや、犬はワン。こんなんやらされてるだけですやん。犬はワンって言わないって最初に自分が言ったわけでしょ。でもそれは、うん、それは、うん、お前が悪いんじゃない。なんで。俺にこんなことを言わしてるんじゃないの。俺は意味が分かる。俺は普通に話したかったもん。でもお前がお前に言わされてるやん。切ないよ。こいつ何言うてんの。 He's going crazy。 全部自分で言い出したやんか。ライオン知ってます。ほんまはどういう風に言うてるか。カーン言うてまんねん。俺が言うたやん。おい、そこらターンって言うてる。でもまあねえ、もうそれはアホですやん。そんなこんなことずっと言ってたらアホですやん。ちょっと面白いなこれ。アホですなんて君が言い出したんですよ。僕が言い出したんちゃいますやん。ハガキに僕が踊らされてるんですよ。僕、いや、何でも擬音化できるって、そこ否定すればいいだけの話でしょ。じゃあ否定したらまた叩きますやん。叩かれんの嫌やからそうですって言ったんや。それできへんかったらまた叩きますやん。体罰です。痛いの嫌やから頑張ります。The laughing. うるさいよ。See, the statistic is back. 鼻詰まってんのに僕頑張ります。いや、じゃあいらんこと言わんでも淡々とやればよかった。いらんこと言わんとまた叩きます。Big, big, loud, loud. 叩けへんわ、もうそんな。しょっちゅうしょっちゅう。叩いたり蹴ったりしますし。そんなしょっちゅうしょっちゅうやれへんよ、僕は。普通の42歳は一回もやられないんですよ。がよく使うキモイとキショイの使い分けがよくわかりません。どんな時にどっちを使えば若者らしい日本語になりますか、教えてください。あ、これはでも大事なことですね。そうですか、はい、うん、まあ、例えばあなたキモイじゃないですか。あ、僕はキモイなんですか、はい、キショイじゃないんですか。キショイのは僕でしょ。誰がキショイじゃないだからボケじゃ使い分け老人形にしてやろうか。キモイとキショイの使い分け、大体、うん、キモイっていうのは、うん、その人自身なんですよ。ほうほうほう。そしてそいつが動くことが、うん、キショイんですよ。だからあなたキモイじゃないですか。であなたが鼻くそほじくってんのはもうキショイわけですよ。これがキショイ。これがだから動詞なんですよ大体キショイは。はあ、で人物はキモイんですよ。はあ、だからあなたが、はあ、あなたはもうキモいわけですから、あなたが何をやったってもうキショいんですよ。まあキショい、まあキショいわ。一歩一歩がキショいんですよ。だってキモいへんもん。そうでしょ。どうやったってキショくなれないんですよ、キモくないから。いや、それは自分がキモくないって言ってるだけやん。キモくなることから始めないとキショくなれないんですよ。いや、それはそうです。これはあの本当選ばれた人間なんですよ。あなたみたいなキショい人間。いや、キモいんやろ。どっちかってキモいねん。動くことによってキショくなんねやろ。そう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 。だからお前みたいなやつはもう生まれた時にバーン押されてるわけよ、もうキモいマークを。芋版みたいなんじゃないで、もうあのデコボコの出るやつやで。あのデコボコでなるやつやで。Like a proper step. そんなどうでもいいやん。この番組はご覧のスポンサーの提供で。All right, so this was the third part of Hamada's unthinkable trial.
I had a lot of fun watching this one. And throughout the next week or throughout the following weeks, I'm going to try to see a few more of these, because this is really, really nice. So I hope you enjoyed this entire Sunday of these three parts of the Hamada Antigua trial. Get ready for Monday, because we will be returning to the once a day video only. And I will hope you will enjoy it today, and I will hope to see you soon as well tomorrow. Thank you.